大草アジサイとは、アジサイか草アジサイ属の多年草。多年草。草丈は3060センチで、茎及び葉にほの毛を生やす。葉は、五星、長大炎上皮心型から、長玉五上大型で、長さ1018センチ、先端は尖る。果序は、塩水果序で、茎の長短につく。花は、両生毛と、その周りに2枚の学片からなる中性花を持ち、 色は、アワベニ色。日本では、イリオモテ島のみに、日本国外では、台湾、中国に分布する。産地の河川沿いに生育する。草アジサイ属は、大草アジサイを含めて4種が確認されている。アマミ草アジサイは、アマミ大島に分布し、中性花を持たないで区別できる。草アジサイは、本州から九州に分布し、中性花は3枚の学園からなる。 台湾、中国に、島草地菜がある。生育地である下記の地方公共団体が作成した、レッドデータブックに掲載されている。ありがとうございます。